モリッツ・ライトナーは、ドイツ・ミュンヘン出身のサッカー選手、FC チューリヒ所属。ポジションはミッドフィールダー。1998年から TSV1860 ミュンヘンのユースチームに所属し、2010年にトップチームに昇格し、8月14日に DFB ポカールの SC フェール戦でプロデビューを果たした。2011年1月。 ボルシア・ドルトムントと契約を結び、すぐに FC ・アウクスブルクにレンタル移籍した。2013年6月、ドルトムントとの契約を2017年まで4年間延長した。上で、VFB ・シュトットガルトへ2015年6月末まで2年間のレンタル移籍を果たした。2016年8月、セリエ A の SS ラツオへ完全移籍。移籍の詳細は公表されていない。 2017年1月31日、アウクスブルクに移籍した。2018年1月26日、ノリジシティ f c へ2 0 1 7から18、シーズン終了まで半年間のレンタル移籍。2018年6月27日、ノリジシティ f c 二2 0 2 2年までの4年契約で完全移籍。2021年8月6日、FC チューリヒと契約した。 オーストリア U-17 代表でのプレー経験があるが2010年9月ドイツ U-19 代表に招集された。ありがとうございます。